中日ドラゴンズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームを、バッターボックスは9番住谷。ここは2アウトにはなりましたが送りバントを選択してきました。まあここはどうしても1点欲しいという判断でしょうね。さあホークス追加点のチャンスを迎えています。さあ初球は引っ張った、サード取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。バッターは DH 梶谷。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。ワンアウトになっています。引っ張った、取った、セカンド送球、二塁アウト、アウト、ダブルプレイ。ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは小笠原。打席には5番バッター岡島。まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。おっとどうだ、スタンドファウルボール。切りました、ファウルボール。切りました、ファウルボール。ノーボール2ストライクです。これはファウルボール。これが5球目、ファウルボールです。低め打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、バックホームする、ライト前ヒット。さあチャンスを広げていきます。ソフトバンク打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。決定戦第3戦、福岡ソフトバンクホークス対中日ドラゴンズのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。打順は3番ビシエド。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。真ん中打ちました、わずかに左に切れました、ファールボール。次が2球目、真ん中打ちました、またファウル。まあ向こうは併殺を狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。アウトコース打ちました、セカンド取った、アウト、ワンアウト。これは進塁打になりました。さあそしてバッターボックスには茂木が入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが、得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ、ここで点差を広げるとさらに相手チームにプレッシャーをかけられますからね。なるほど、そうですね。さてバッターボックスの茂木、どういうバッターなんでしょうか。まあ、スラッガータイプのスイングですが、ややパワー不足ですね。ただファウルボール、その球打った、ピッチャーが抑えた、一塁アウト、ランナー二塁はそのままです。打順は1番に帰ります、バッター大島。
先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもね、きっちり抑えたいですね。そうですね。2アウトランナーありません。さあ、勝利まであと1アウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいです。ファールフライ掴んでアウト。これで3左に制したのはソフトバンクホークスです。さあ、そして打席には岡島が入っています。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、やはり先制することは大事なんで、先手を取りたいですね。なるほど、そうですよね。改めてお聞きします、バッターの岡島、どういうバッターなんでしょうか。まあ、外野の間を抜くツーベースヒットが真骨頂のバッターですね。なるほど、そうですか。切れていきます、ファウル。2球目は何で来るか。バッター、ここもファウルです。打ちました、流しました、三遊間抜ける、バックホームする、ランナーがたまりました。ツーアウト満塁です。打順はトップに帰って茂木、今日はまだ当たりがありません。ワンアウトになっています。打ちました、三ツ俣、二塁送球、セカンドフォースアウト、一塁転送はアウト、ダブルプレードラゴンズ最後の攻撃になります。バッターボックスは8番カツラ、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ホークス大きく点差をつけて最終回を迎えています。切れていきます、ファウル。ボールになります。ボールになります。ファウル。またファウル。2ボール2ストライクです。ここもファウルです。真ん中打ちました、ショートの横抜けた、先頭バッターを出してしまいました。バッターボックスには代打の平田。西さん、この辺りで追いつきたいですよね。チャンスですからね、なんとかつなげたいですよね。そうですね、この起用に応えたい。まず何を投げてくるか。真ん中打ちました、これはセカンドライナー、いい動きでした。西さん、ナイスプレーが飛び出しましたね。いや、よく取りましたよ。素晴らしいグラブさばきですよ。文句ないプレーですね。手が滑ったでしょうか。ヒット気味でしたが、バッター見送ります。これが3球目、ストライクになります。ワンボールツーストライクと追い込みました。打ちました、大城、二塁を送ります。二塁アウト。これで3アウト。この瞬間試合が終わりました。福岡ソフトバンクホークス優勝。今大歓声に包まれながら大きな拍手。抱き合う選手もいます。
ッチャー